や帽子がだんだんずるで。いやもう俺のウェアもダメになってきた。ほらマジックテープ取れてきた。このねウェアマジックテープはほんとクソですね。質が悪い。前のやつあんなに良かったのにな。ほんと質が悪い。5年持ったからね前のやつ。外径を取るときにこう横にくねるよりも外腰をギューンと落とすようなイメージかな。で軸はこう動いてくると思う。あれここにあんまずっとこうやってるのは良くないから、うん、もう少し肩の力抜いてボールの横でうーんとちっちゃく抜けるで、まっすぐな時はこうやって組んでいくから。エレナ、もうちょっと腰を入れさせていいや、うん、少し状態かぶってくるとやっぱし腰が逆に停滞しちゃってさ、スキー走んなくなっちゃうから。ちょっと今かぶった、さっきまでそうでもない。なんかずれちゃった。ガルちゃんも上手くなったな。右ターン絶対腰回すな。だからって歯が立たないかな。なんでやっぱりしっかりここに外スキーに乗っていかないでか。外スキー乗ったら、この外スキー側から動かしてもいいです。最低感じゃない。やっとなんかすごい素直に乗るようになったね。良くなってるな。おぉ、はい、やったな。いい隙してたけど、ただちょっとこれは良くないかな。立たない、崩さないで腰を乗せるわけだから、こう絶対ならない。こうならないんで、両手を腰を乗せる。こっちが下がってる。いや、当てるとしたらこういうとこを一気に当ててくる。足首、そこだ、足首。よし、それ続けろ、それ続けろ、続けろ。今見えたから、やっと動き出したから、またそこ行く間も足首を100回行ってくる。絶対忘れるなよ。良くなったなぁ。上手くなってきたじゃん。もっとポール近く通れるぞ、今度は。こうやってさ、丸く来たら、ここでポールの近くに来る。ここにこういう風にならない。こういう風。また。ところどころこうやって腰が回って、しかも立ち上がっちゃうから、それ両方ともだ。引けても腰は絶対回すの。もっと足力入れてね。ちょっと乗ってる時間短い。ガーッと
踏んでこれじゃ踏めないっていうところで切り替える。強弱つけるの。でも良くなってる。流れはあってすごく、はいはい、いつからかそう。いやでも今日はすごい良くなったんで、最後に時間取って最後にこれを入れる。最後にこのままニュートラル食べるんですよ。そうするともっと良くなります。前の癖がね、ここからこういうのがこう抜けてないんで、外径取ったらこういう風に運動するんですけど、そのまんまの軸で持ってニュートラル軸で入れたいです。頭の高さを変えないイメージ、変えなくていいです。変えないで、ここでニュートラルで足場を変えるんですよ。足場を変えるんですよ。これで足場を変えちゃうと思います。はい、いや暑い。この人うまいよな。25メートルとかやってる。こちらの右ターンはすごく外形良くなってる。左ターンがまだちょっと体回りやすい。上より下が良かったですね。ちょっとこうなった時が、あの外気がしっかり取れてきた時にすごい効いてるというんで、あのタイミングもう若干速くできるという、はい、板1本分だけで全然違うんです、はい。